すまん。謝っても謝りきれんが、今のわしにはそれしか言えん。パパが病気で亡くなったのに、うちにはお墓を作るお金もありませんでした。だから、気になさらず。情けは人のためならずですから。私は何をすれば。何をされても仕方がない。そんな都合のいい話があるはずないって分かっていたんです。私が悪いんです。ジョゴ、違う。違うぜ、プレセア。悪いのはプレセアでもアルテッサさんでもない、クルシスだ。プレセア、亡くなったお父様の他にご家族は。妹が一人。パパが亡くなった頃に貴族のお屋敷に奉公に出たきりですが。会いに行こうよ。レアバードを使えばひとっ飛びだし。その貴族はどこに住んでるの？なんていう名前？リーガル・ブライアン。てめえ！貴族の名はリーガル・ブライアン。君の妹の名前はアリシア。アリシア・コンバティール。お前、まさか。どういうことだ。アリシアの形見だ。痛みって…アリシアはもうこの世にはいない。そんな…どうして…殺されたのだ。嘘！嘘ではない。誰が…私が。私がアリシアを殺したのだ。私がこの手でアリシアの命を奪った。すまん、アリシア。アリシア、アリシア、アリシア、アリシア。そして私はその罪で獄に着いたのだ。
さん。お待ちなさい、プレセア。事情を聞いてからでも遅くは。聞く必要なんてない。私にはもう誰もいない。この世界にはもう私のいるべき場所はありません。時の流れに置き去りにされて一人死んでいた方がよかった。心なんてなくしたままの方がよかった。抵抗の人を切るわけにはいきません。構えてください。それで、その後はどうした？それで、パパが病気で倒れてからは、姉さんが私の面倒を見てくれました。私、泣いたばっかりでした。プレセア姉さん、朝早くから夜遅くまで、重い斧を担いで、森に出て。疲れてるはずなのに、いつも私を励ましてくれて、絶対に泣かなかった。にっこり笑って、大丈夫だよ、何もかもうまくいくよって。許せない。許しません。姉さんを少しでも助けたい。だから私、ご奉公に出ることにしたんです。会いたいな、プレセア姉さん。会いに行こう。え？一緒に、一緒に会いに行こう。これでこんなんでいいのかよ。アリシア。